はい、おはようございます。チェンです。遠藤里乃ちゃんと中谷すずねちゃん、はじめまして、一緒に撮影させてもらっております。今日本当はアレンジマッチプレイ、リンゴルフアレンジマッチプレイやる予定だったんですけど、はい、あいにくの天気ということで急遽、いつもね里乃ちゃんが練習している練習場に来ております。はい、ゴルフプラザサンライズさんというところで練習させていただいてます。はい、急遽なんですけど2人の練習方法とか、まあ、いろいろね聞いていけたらなと思います。じゃあよろしくお願いします。お願いします。何番持ったんですか？ピッチングにしました。ピッチング。ファーショットからやります。そうだね。私は、はい、9番アイアンです。アイアンショット。で今やってるのは、うん、ボールを使うんですけど、これすごいおすすめで、このボールを腕の間に挟むんですよ。これ挟むことによって、まあ、さっきの片手と同じですけど、なんか基本的に手を使わなくなるので、これで打てるようになったら、結構あのボディターンでうまく打てるっていう。なるほど。今これを使って。別にこの練習器具買わなくても、100均とかでこのぐらいの大きさのボールを買って挟めば全然練習できるんで、そんなお金もかかんないんでおすすめです。確かに、はい、なかったらまあ長いタオルとか脇に挟んだりとかするのも同じことなんで。へえ。その練習めっちゃいいですね。いい。はい、これこの前スズメッチに刺して一緒に練習してなるほどね。なんかテストの時に、なんか全然下半身とか動かなくて、うん、ずっと手で打っちゃって、うん、その時ちょっと借りた。プロテスト、初日、初日終わった後に貸してもらって、うん、体に覚えさせて。これ結構打てないんですよ、意外と。ね、打てなそう。難しいです。難しそう。やっぱ手こうやって返しちゃったりとか、うん、してるた人はこれやってたらできないんで。へえ。いい練習。ちょっと大きめのボールがいいかも。それはちっちゃい、うん、これぐらいで、なんかもっとちっちゃいやつもあるんです。ここのここに挟むぐらいの、うんうんうん、でもこれぐらいがちょうど肘のとこで挟めるから、うん、はい、難しそうだもん、見てて。でもこれやるといいですね。これでもう3クォーターぐらいスイングじゃなくて、うんうんうん、正面から、はい監督指差かっこいい、はい、こんな感じですけど、スズネッチはピッチングでどんぐらい打つの？ちょうど100ヤード。100ヤードくらい。50で110と右になっちゃう。やべえって思ってます。でもそれぐらい下がって、距離に。そうだよね。私アイアン飛ぶ人だからさ。いやいや、全部飛ぶけどね。でもさらになんか体重増やしたって。そう、5キロ増えました。
あって足さ、はい、すごい筋肉、うん、そうですね、下半身言われます結構ね、結構上半身もこれからまたつけてくる。へえ。いつもりのちゃんとトレーニングしてるんですけど、みんな何か他の人もやったりするんですけど、リノトレっていう名前がついてるぐらいきついの。リノトレ、リノトレはね、鬼です。やばい。今度入門しようかな。入門してください。楽しそうじゃない。ド S なんでこう、マジ、厳しくいきます、ね、それちょっと体験しようよ。体験しに行こうかな、うん、体験しよう。リノトレ取らせてもらおうかな。また一緒にやろう、3人で取ろう、はい、でもジェイさんもやってますよね、パーソナル。いや、そんなやってない、実は。まるでやってるように言ってくれ。めっちゃやってんのかと思った。みんな騙されてる。騙されてたわ。すぐね、行くのめんどくさくなっちゃって。あ、行ったらやるけどみたいな。そう、行くのがね、監視役必要だから、ね、すぐサボる。監視役、うん、ありがとう。監視役、あの報告書、あの民法みたいな感じで。怖っ。ダメじゃないですか。じゃあ走ってください。ちゃんとランニングアプリつけて送ってほしい。怖い。一回リノトレ入門しに行くか。体験してください。アイアンの練習はさ、まあ、ショートアイアンからやるけど、はい、その後ロングアイアンもやる。もう私はもう9、7、5っていう感じで練習してて、9、7、5って言ったらアイドルクラブ打てるじゃないですか、うんうんうん、そういう感じで練習して、で例えばそれをまた今度逆にピッチング8番、6番みたいに、その日によって変え、全部打つわけじゃなくて。なるほどね。っていう感じで飛ばす飛ばすでやったとか。そうですね。練習量も限られてるから急なので、最後にそのまとめてラウンドしてるような感じで練習したりする。ドライバーから始まって、あのドライバーちゃんとしっかり飛んだから、じゃあ次150ヤード残りました、8番ヤード打ちますとか言って、でグリーンの女方がじゃあアプローチとか言って、18ホールまだ行かないけど私9ホールぐらいのイベントで練習したりして、その日の課題とかも作って、例えば今日はアプローチ50ヤードの練習とか決めたらそれをやったりとか、スイング今スイング直してるんでスイングを直すって言ったらこれ挟んだりとか、課題を決めて練習場に行って達成できたら帰る。すごい、本当コツコツ型って感じ。もうそうですね。鈴江ちゃんいいなと思ったらやっちゃうんですよ、いろいろ。感覚か派なのかな。まあいいやつはどんどんお互いにね。お互いにね。お互いに。鈴江ちゃんはピッチングの後何やる？ピッチングの後私も7番でもう取りちゃったりしたので、全クラブ出る派じゃない。なるほどね。ダイヤは2本ぐらいで終わりですよ。山ちゃんどうですか？僕もそうですね。ドライバーと7番みたいな感じですけどね。それは少なすぎる。価値がない。いや、もうね、5番アイアンとか現地でそんなに当たんない、ミスしたり成功したりだから、もう行ってこいって感じなんで、7番で自信をつけて、ドライバーはブンブン振る。私でもドライバーの練習とか3球しかしないとかあります、ね、基礎練習が多いから、ドリルとか。それでこう割り切れるのがすごいんですよ。3球だったら物足りないなって絶対自分だと思っちゃう。思わないんですか、それ。もういやでも私もドライバー好きなんでめっちゃ練習したいんですけど。そうですよね、だって飛ばしますもんね。そうです、振り回しちゃうとスイングせっかく作ったのが崩れちゃったりするんで、どうしても飛ばしたくなるじゃないですか、練習場でドライバー振ると、コースだったら全然それでもいいんですけど、練習ってなったらもう型を作りたくてアイアンばっか練習して、ショートアイアンとか、例えば今日はドライバーをメインに練習するぞって言ったらドライバーだけやったりとかするけど、あんまりスイング直してるときはドライバーは練習しないです。
丈夫大丈夫いいよいいよ、めっちゃなんか集中しちゃった、大丈夫、そんな動画だもんね、そんな動画だから、そうだ、質問があって、僕なんかは、スニーカーとかで練習し行っちゃうんですよ。あ、でもやっぱゴルフシューズの方がやっぱりいいのかとか。そうですね、私はもうゴルフシューズ履いちゃいます。もうあのラウンドする時と同じシューズ、ね、同じ、ただあのマットで打つじゃないですか、はい、でマットで打つと高さって普段と違うじゃないですか、うん、本番は芝で打つから沈むから。そうですね、はい、それに合わせて練習場で打つ時はなんかそのスニーカー履いてわざとその高さを一緒にそっちを考えるっていう人もいるんで、なるほど、違いにそれがいいとは言えないんですけど、私は同じ靴を履いてる方がラウンドと同じ感覚になるんで、実際と同じ格好、まあ、ゴルフウェアでゴルフシューズでっていう、で帽子も被るなら何ならかぶっちゃうし、本当に同じ環境にした方が本番とやっぱ練習場とはちょっと近くしたいみたいな、そうだね、なるべく本番に近い、本番に近いようにって考えてやってます。あれ、あれ、普通にジャージとスニーカーでそういうタイプもいいっすね。そうだね、きっちりしてるね。すごいロジカルなんだろうね。そうだね、うん、ロジカルでもうフィーリングっていう。多分私始めたのが遅いんでゴルフも、あれ高校入る前からぐらいでしたっけ。そうですね、ほぼ高校から始めたようなもんなんで、そっか、やっぱ小さい頃からやってる人ってもっとフィーリングな感覚の人が多いと思うんですけど、もう私はそうだよね、理解できるからね、なるほど、全然タイプが真逆だね、真逆なんで違うんで、まあ、それが合ってるのかな、こういう人もいるんだみたいな、こういうお互いにね、情報を知れて、お互いがロジカルに話し合ったらすごいことないなんか まとまらない、そうだね、討論だ、一応ボールも取ってもやるんだ、はい、ボールをつけた状態で動き確認してない状態でフルスイングして、おお、なるほどね、はい、交互にやる感じ、ずっとこれだけやってたら上手くなっちゃうじゃないですか、ボール挟んでの打ち方が上手くなっちゃうから、今スズネッチ使いたいらしいよ、使いたい、後ろでそうずっと見てた、見つめてたから、使っていいよ、全然使っていいよ、ちょっと気になる、かわいい、かわいい、いいなと思ってね、で、スリークォーターぐらいでフルスイングします。一回潰してみて。その時に手で上げないで、ちゃんと体をつけて、体の回転で上げる。上げる。そうそうそう。その三角形を行かないで。そうそうそう、それぐらいの距離。もういい。そう、フィニッシュもそんな取らない。これぐらい。そう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 。で、今やっぱトップしたとか浮き上がるのも早いから、ちょっとインパクトの左足の前ぐらいまでちょっと深い感じで意識して、お、いいね、今でもいい感じなんで、でも外れちゃいます、そう、やっぱりちゃんとできないと外れちゃうから、ね、分かりやすいと思う、これは消えちゃうと思う、うん、なんかドローとかフェードとかまっすぐとか、そういう内訳の練習とか見えない、見えないの、あのなんか持ってこなきゃダメなんですよ、トレーサーみたいな、そうそう、なんか私結構鏡の前とか行ってスイングとか見ながらチェックしながらやったり、あと動画後ろからとか撮って、撮って、
三曲とか持ってるから、それで確認して、誰かと練習したら誰かに撮ってもらってるとか。じゃあそろそろアイアンの練習を終えてもろて監督だな監督皆さん、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントお待ちしています。お願いします。お願いします。